今回注目してほしいのはこちらのペン。これが 1,2,3 で一瞬にして色が変化してしまいます。他にも指輪を握っておまじないをかけてあげると、徐々に変化が起こり、気づくとそこに指輪の姿はありません。簡単にできるものから難易度の高い本格的なものまで、あなたに合ったマジックがきっと見つかると思うので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。かなえです。今回は見ていただいた通り、ペンを主役にした3つのマジックをサクッと紹介していきます。気になるものだけ確認するもよし、もったいないから全部見るもよし、それぞれの方法でお楽しみください。それでは本編をどうぞ。一つ目に紹介するのはペンと指輪を使ったマジックです。こちらの指輪よく見ておいてくださいね。反対の手に握り、ペンでおまじないをかけてあげると、徐々に変化が起こり、手の中から消えてしまいます。消えた指輪はペンにかかって出現します。このマジックを行う際は、あらかじめペンを脇に挟んでおきます。指輪を手に示したら、ここで行うのがフェイクパス。反対の手に渡したように見せて、実際には手のひらで挟んで保持をしていました。そしてペンを取りに行ったこのタイミング、そう、ここですでにペンに指輪を通していたわけですね。フェイクパスは主にコインマジックで使われる技法で、覚えておくと本当に様々な現象を起こせるようになるので、詳しい解説が欲しい方は過去の動画をご覧ください。個人的に一番やりやすいクラシックパームでのフェイクパスを採用しましたが、結果として反対の手に握った振りを行うことができていれば、得意な技法に差し替えていただいても構いません。一例を挙げてみると、親指の付け根を使って挟むサムパームを利用しても同じ現象を起こすことが可能ですね。今回はここまで来たらもうやるべきことは終わっているので、ペンを使っておまじないをかけた後、手を開き、指輪が移動していることを示して演技終了となります。続いてはペンが奇妙なバランスを取るマジック。重心が偏ったペンを手のひらに乗せるのは容易ではありません。そこである道具を使いたいと思います。ポケットから取り出したのは皆さんご存知の1万円札。こちらの紙幣にペンをこすりつけることで静電気を貯めていくと、こんな感じで通常ではありえないバランスでペンが安定します。もちろん糸を使っているわけではありませんが、それ以外にこんなことができるのでしょうか。じわじわくる不思議さを持つこのマジック、実は今回紹介する中で最も簡単なんです。このマジックでは紙幣を使用していましたが、実はこれただの紙でも OK、 本当のトリックの核から目をそらすための道具にすぎません。何よりの証拠として、道具を使わなかったとしてもバランスを取ることが可能です。指輪を除けばですけどね。この指輪は PK リングという名前がついていて、磁力を持つ金属でできています。そして大抵のペンの先端にはノックを行うためのバネがついていますよね。仮に十分な強度で吸着しなかったとしても、芯を抜いて中に磁石を固定しておくことで、おおよそのペンで同じ現象を起こすことが可能です。磁力に反応しない場所でバランスを取ることが難しいことをあらかじめ示した後に、指輪に目がいかないように他の道具をかませることで不思議な現象に見せていました。当然どんなに目を凝らしたとしても糸を見つけることはできません。ちなみに今回は動画を作る上でペンに主軸を置きましたが、他の物体への応用も可能です。例えばスプーンなどの見るからに重心が偏っていそうな物体を採用した方が、起きている現象の不可能性を高く見せることができるかもしれませんね。もちろんそれ以外の現象への応用の幅も無限大です。 Amazon などでデザイン性の高いものが安価に販売されているので、興味のある方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。さて、お待たせしました。今回最後となるペンの色が変わるマジックの紹介です。実はこのマジック2回だけでなく何度でも色を変えることが可能。難しいため最後に持ってきましたが、興味のある方はお付き合いください。使用するのは見た目が異なる2本のペン。シャーペンでもマーカーでも構いませんが、変化が分かりやすいようなものを選ぶといいですね。そしてそのうちどちらか片方をあらかじめ利き手の内側に隠し持った状態からスタートします。隠し方はこんな感じ。3本の指先で先端をつまんだら、中指を折りたたんで手の内側に引き込んでおきます。この動きはペンを使ったマジックで品質なので、必ずマスターしておきましょう。指の間を狭めれば正面から見られたとしても十分に隠すことが可能です。この状態でもう一方のペンを示したら、隠していたペンをぴったり重ね、示していたペンは先ほどの要領で手の内側に隠す。そのまま手をスライドさせることで変化したように見せていました。ここまでが1回目の変化の手順です。続いてペンを振り下ろすこの瞬間に2回目の変化を起こすことになります。これも先ほどまでの基本の動きを応用することで行うことができるので、普段マジックをあまり演じない方もこの部分だけは覚えて帰ってください。1回目の変化が終わったら、今見えているペンを斜めにして反対の手に突き刺すジェスチャーを行います。この後何を行うかというと、見えている方のペンは近づくにつれ内側に引き込む。
隠していた方のペンは手首を返すことによって観客から見える位置まで持っていく。この2つの動きを同時に行うことであたかもペンの色が変化したように見せていました。実際のスピードで行うとこんな感じ。一つのペンの色が瞬間的に変化したという現象なので、軌道の一直線上に出現させる意識が重要となってきます。スイッチを行った後は左手でペンの端をつまんだままこのように変化したことを示します。さてここで今の状況をよく見てみると、演技開始時のポジションに似ていることがわかります。つまり2回の変化を1セットとしていくらでも繰り返し行うことが可能になっていたわけですね。このマジックは終えた後に何もしないとどんどん手の中を怪しまれてしまいます。処理の方法はいくつかありますが、一番簡単なのは何かを取り出すという理由付けでそのままポケットに置いてきてしまうという方法でしょうね。今回の想定ではもう一つ指輪を使ったマジックを見せるという流れで処理し、最初に解説したマジックを行う、そして紙幣を取り出してバランスを取るという動画全体が一つのルーティーンとなっています。実際につなげた行ってみた映像も用意しているので、興味のある方は最後にそちらもご確認ください。はい、今回のマジックいかがだったでしょうか。あなたのお好みのマジックありましたでしょうか。今後もこのチャンネルでは今回のような動画を作っていこうと思っているので、役に立ったなと思った方は高評価、今後の発信も気になるという方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。